プレベは、プロトンが製造、販売していた自動車である。コードネーム、P3 から 21A として開発が行われた、C セグメントセダンである。ペルソナとインスピラの中間に位置するが、外寸は、全長がインスピラよりも短く、全幅、全高、ホイールベースはいずれもインスピラよりも大きい。トランクスペースは508リットルの容量が確保、されている。車は、 イグゾラで使われているプロトン P にプラットフォームを採用。サスペンションはフロントがマクファーソンストラット、リアがマルチリンクである。エクステリアは2010年のクアラルンプール国際モーターショーに出展されたドアコンセプトを元にしており、新しいプロトンのシグネチャーフェイスが与えられている。グリルはプロトンウィングスという羽に見立てたデザインが採用され、ヘッドライトは プロジェクターヘッドランプと LED で構成されている。なお、ドゥアコンセプトのデザインは、イタルデザイン1 0 g アーロによって手掛けられている。グレードは、エグゼクティブとプレミアムの2種類が設定される。エグゼクティブは1.6リットルなの、カンプロアイフェブエンジンを搭載し、最高出力と最大トルクは、それぞれ 80kW5750rpm。 150ナノメートル 4000rpm を発揮する。プレミアムは低圧ターボ付き1.6リットルのカンプロ CFE エンジンを搭載し、最高出力と最大トルクはそれぞれ 103kW5000rpm、205ナノメートル 24000rpm を発揮する。トランスミッションはエグゼクティブには5速 MT または VT2 型6速 マニュアルモード付き CVT が組み合わせられる。プレミアムには VT3 型7足、マニュアルモード付き CVT、通称、プロトロニックが採用され、パドルシフトも付く。安全面では、運転席及び、助手席、エアバッグ、ABS、電子制御ブレーキシステムは全車に標準装備される。プレミアムには、サイドエアバッグ、ブレーキアシストとトラクションコントロール、e c プッシュスタートイグニッション、クルーズコントロールも標準装備される。内装面では、メーターパネルにスマートインフォーメーションディスプレイが装備され、燃料の平均消費量やバッテリーの状態など、様々な情報がわかりやすく表示される。全車に、Bluetooth、USB、iPod 接続付きの CD、MP3 プレイヤーが標準装備される。 タッチスクリーン GPS ナビはプレミアムのみ標準装備となる。またユーティルコーポレーションが提供する ES4G 接続も装備される。プレベはプロトン社で初めて5年保証が付けられる。世界中におけるセダン市場の慢性的な需要縮小などの理由により2020年をもって生産終了並びに販売終了となった。プレベはスペイン語で 保証を意味する語である。ありがとうございます。